全身用意前、ランマルポムポムであります。今日は竹で火を起こしたいと思います。おお、使うものは乾燥した竹、麻ひもです。まず竹を切ります。悪いじゃない？それか。めっちゃ引っかかる。これね。うん。こっちでも置いてる、ね。え？なに？あ、こっちに置いてってこと？ここで固定して、こっちを固定してる。そういうこと？そう。なるほど。おお、切れた。簡単だった。こう置いて、ここで切ったこれが下がる。ここに置いたら、根がこう固まっていくだけやん、切ったとこが。あ、なるほど。うん、切るときはこうしてこっち側を切る。手を固定して。うん。左。手は右で逆でもいい。こういうこと？だからほんまは逆なんやけどな。こういうことな。そう。あ、ほんでこうってことな。そう。あれ？こうやな。そうそう。あ、なるほど。ストンと切れてる。なるほど。わ、ノコギリでこう切るにもなんかあるんやな、そういうコツっていうか。それはあるね。なるほど。だそうです。これを半分に割ります。私の技術見る？これ知らんやろ。これは知らんやろ。ほらすごない？2つに割りました。で、片方の方にノコギリで縦に切り込みを入れます。穴を開けます。次に麻ひもをほぐします。この作業がいつもめちゃくちゃ嫌いで。あ、取れた。あ、こういうことか。ほぐれてる。こういうことな、ほぐすって。なるほど、これは火がつきそう。なんかほぐし朝紐とか売っといてほしいわ。売ろうかな。うわ、夜になる。犬の毛をもらってきた方が早くない？抜け毛。これ絶対燃えるやんな、犬の毛。煮とるもんだって。できましたー。ふっさ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 。はい、次にこの切り込みを入れた木を朝紐の上にかぶせます。もう片方の角っこの端の部分とこの切り込みを合わせまして、こう横にこすって摩擦をするという方法なんですが、こういう感じで摩擦をしていきます。あ、もうすでに焦げ臭い。20こすりぐらいしただけなのにもう焦げ臭い。あ、来てる来てる。調子やな。
ぞいい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 ぞ来てる気がする。力がいるのとめっちゃ疲れる。全然熱くもないんやけど。熱い。これは熱いやろ。熱い。結構力入れなあかんやんな。結構体重かけて。暑いやで、めちゃくちゃめちゃくちゃ暑いけど暑くはなっとるやんな。うん、暑くはなっとるな、暑くは。わかった。ここにこうやって置いても逆にここでこすってしまう。そのままさ、ちょっと押さえてメスをダイレクトに。本当にライターを考えた人が天才やな。ブログとかでな、竹で火を起こせますキランって書いとる人はこんな苦労してはるってこと。そうそうやろ。そうなん、すごい。なんか簡単に起こせますみたいな。こんな簡単に使えへんてや。使えへんやんな。ああ簡単に絶対使えへん。そうやんな。でも熱いやんな、そこめちゃくちゃ。ここは摩擦で熱い。熱いやんな。これを限度を超えるぐらいの力が、はあ、馬力がないと、はあ、とてもじゃないけど、はあ、一角を攻めたらもう一緒やでな。あ、冷めるから。冷めるのか。鬼の所業やな、これ。調べたのはこのやり方やったんやけど、なぜ火がつかなかったのか分かる方はぜひコメント欄にアドバイスをお願いします。次回にリベンジしたいと思います。長々と作業したんですが、全然わーっていう盛り上がりもなく終わってしまったので、その件をちょっと謝りたいと思います。今日は何も見せ場を作れず長々と作業をしてしまい、最後まで見てくださった方、この通り、この通りです。すいま、フォークミサイル発射装置。最後まで見てくれてありがとく。大型ダンプ Facebook、インスタ、Twitter もやってますのでフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますのす。リベンジします。